明るっ、なんか明るいな今日、すごい休日感すごいな。ちょっと待ってよ、もうちょい前行こうかな。あ、無理か。はい、どうもカンタの大冒険ようこそ。カンタの個人チャンネルでございます。すいません、明るいところ、こんにちは。はい、まあ水溜りボンドカンタの個人チャンネルということで、まあ通帳通称、これを見てくださっている方々はね、みんな、ちょっと神々大丈夫？カンタチャンネルズキッズとかね、勝手に呼ばせていただいてるんですけど、はじめましての方もこんばんは。はい、おはようございます。はい、はい。はい、こんにちは。ということで、もう今のところの喋りを見ていただいたらわかると思うんですけど、すごい緩いチャンネルをやらせていただいておりますが、なんとこの度、本日ですね、今現在時刻、今から発表することの2時間前ぐらいですね。いや、1時間前か。はい。私、本日、とある大会に出場したいと思っております。はい。ガチの大会ね。世界6カ国で話題の、ぼーっとする大会というね、ちょっと意味わからん大会があるらしいんですよ。世界6カ国でやってるんだって。これがなんと、東京の結構有名な、虎ノ門ヒルズ。これ一回は多分皆さん見たことあるのかな、わかんないんですけども。で、開催決定されているということでございます。要は、90分間、ただぼーっとするだけらしいんですよ。まあ、このコンセプトがね、僕面白いなと思って、多くの日本人が抱えている、まあ、世界中の人ですよね。忙しい、時間がないという問題、これ皆さん感じてると思います。僕もそうですね。会社でね、働くサラリーマンも学校生徒も、先生も、みんな何かしらの目的のために自分の時間を使って頑張っています。そんな自分の時間が、使い方が、定常化してしまった今、一旦ぼーっとしてみませんかと。まあ、こういうあのね、社会的な意義のある大会らしいんですよ。皆さん一回休みましょうと。この動画を見てるあなたも、ぜひ一緒にぼーっと。え、どうする？フル尺で乗せてみる？これ。一緒にぼーっとしてみませんか？はい、どうでしょう。で、この大会ね、これなんで出場することになったかと言いますと、実はですね、話すと長くなるんですけど、東海オンエア、としみつからね、LINE が来まして、結構前ですよ。としみつの知り合いの人がやってるのかわかんないんですけども、どうみたいな。面白いと思わんって言われて、いや、めっちゃ面白いと思う。俺行ってくるわって言ってたんだけど、今東海オンエアぼーっとしてる場合ではない。むしろ一番ぼーっとしてほしい。どうなんだろうね。それはもうちょっとわかんないんだけど。まあ、そういう経緯でお話が来て、面白そうだから参加してみようってなったんですよ。一応ね、大会がですね、優勝とかを決めるらしいのよ。100人の中から。観客と審査員が芸術スコアと技術スコアをもとに判定するらしいんですよ。参加者はそれぞれの職業、立場を象徴するような格好で大会に出場。自分の職業、立場を生かしたぼーっとする瞬間をいかに面白く美しく表現できるかを判定します。90分間心身ともにリラックスし、いかに心拍数の変動が少なく保てるかを判定しますと。ほうみたいな感じです。はい。で、まあ YouTuber っていう仕事なんで、もうこのまんまなのよ。で、どうしようかなと思って、ぼーっと全然できねえわっていうね、この出方考えるためにぼーっとできねえわとか思いながら、まあでもね、この動画を見てくれる皆さんとか、まあこれでね、この大会を通じて知ってくれる人たちがみんなちょっとでもね、心休めようって思ってもらえたらいいなと思って、私はぼーっとせずに考えました。グリーンバックマンを連れて行こう。横動画出てんの初めてかな。ちょっとグリーンバックマンを、まあ後ろに携えた状態でぼーっとしようかなと思って。で、カメラを回すから、このカメラ持ってって。まあ YouTuber っぽいっしょ、それで。で、まあ90分間フルで流すわ。一緒にぼーっとしましょうよ。俺何もしないから、こうやって。多分。狙うは1位。はい、優勝。目指していきましょう。で、まあ他のことに関してはもうどうなるかわかんない。俺が出るってどこにも言ってないから、気づかれて写真あげられて、見せ物にされる可能性もあるし、逆に誰にも気づかれない可能性の方が高い。うん。でもなんかちょっとワクワクするんで、まあ休みがてら、その大会に行ってみようと思います。うん。ダサいな。失礼いたします。
ただし3位までに入れなかった方の中で運動会みたいで楽しいな。ボーッとするパフォーマンスが一番の大会。はい、ということでボーッとする大会来てみたらすごい盛り上がりでした。で今回グリーンバックマンさん隣では地球を破壊する予定だったんでしょうかね。フリーザさんもゆったりされていますね。はい、嬉しいですね。やっぱフリーザさんもゆったりしているという。はい、で皆さんも一緒にこれから90分間ぼーっとしましょう。フリーザさんもやっぱゆったりとかするんですか。そうですね、普段はちょっと腰ごろこしてばっかり。そうですよね、疲れる、疲れる、ね、普段消えてばっかりだったんですよ。確かに似たものか。全然似てねえわ。消してばっかりな人と消えてばっかりな人。手を広げて始まるって。東京ボーッとする大会2023、いよいよスタートです。皆様ボーッとしてください。ボーッとしてください。スタートいたしました。おのおのいかがでしょうか。背番号順に並んでおります。手前の方から1番、そして後ろ64番までの方がご参加しております。最前列の方は目の前がカメラ、非常にぼーっとしづらいかなと思うところはございますが、ぜひおのおのの、すでに青いカードが出ております。青いカードはお水のカードでございます。4枚のカードが配られております。青いカード出てる方にお水を渡してください。お願いいたします。ではまず最初にカードの説明をいたします。4枚のカード、まず赤いカードです。赤いカードはマッサージをしてくださいというカードです。肩が凝ってしまった、疲れてしまった、ほぐしてほしいっていう時に赤いカードぜひ出してください。続きまして黄色いカードです。本日の東京晴れ渡っております。最高気温25度の予想です。なのに黄色いカードはカイロをくださいというカードです。笑ってはいけません、笑わないでくださいね。体が冷えてしまった方、黄色いカードを出すとカイロがもらえます。続きまして青いカードです。今出している水色、青のカードはお水をくださいというカードです。そしてもう一枚黒いカードがお手元にあるかなと思います。黒いカードは、もう疲れてしまった、脱落します、危険を表すカードでもありますが、それだけではなくてトイレに行きたいですというカードでもあります。また体調不良の場合にも黒いカードを出してください。すでに赤いカード出ておりますね。マッサージのカードです。赤いカード、マッサージしてくださいのカードが出ております。本日取材陣本当に多いです。皆様のぼーっとした顔全国で流れるかと思います。ただそれを承知の上で、それを覚悟の上で皆様いらっしゃってるのかなと思います。楽しみいただければなと思います。すでにマッサージを受けている方、ヨガのような姿勢の方、ね、三人称の方、アートになっている方もいらっしゃれば寝ちゃうんじゃないかなという方もいるんですが、寝てしまった場合には失格ではなく、まず警告のカード、黄色いカードをもらうことになるかなと思います。カード2枚ございます。大会審査員のウックスヤンさんがカードを2枚持っております。黄色いカードは警告です。
いて2回目の警告のイエローカードが出てしまった場合には退場レッドカードということになります。2回警告をもらわないように注意してください。普段皆様スマホをいつも持ってませんか？スマホガチャガチャ開いて連絡来てるかな、あれみたいな、これみたいなと、この言葉掛けの中にもね、煩悩が捨てきれなくて、あ、みたいな、どうしてもみたいなと思ってる方もいらっしゃるかもしれないですが、携帯電話を見るのは禁止です。また時間を確認するのも禁止です。本日競技時間90分間です、ね、15分ごとに皆様の心拍数を測ります。これが技術点となります。心拍数を測るのは全部で5回です。さてご観覧の皆様、ぜひこの参加者の皆様を審査していただきたいと思います。皆様が見た中で、わっ、このぼーっとするパフォーマンスは群を抜いて素晴らしいなという方、ユニフォームを基準に決めていただいても構いません。さまざまな職業の方が参加しております、ね、ユニフォーム、表情、ぼーっとする姿勢、それらをご覧いただいて素晴らしいと思う方のボード、こちら側から見てですね、右前方ですね、この会場の右前方に投票の板がございます。そちらに背番号が書いてあります。座ってる順番はもし背番号見えなくても、こちらから 1,2,3,4,5,6,7,8 みたいな感じが並んでおります。隣の人の番号を見ると分かるかなと思います。素晴らしいと思った方の番号に赤いシールを貼ってください。試供品には顔のバブも含まれております。入浴剤、とっても気持ちのいい入浴剤含まれておりますので、一緒にぜひご自宅にお持ち帰りいただき、赤いシールを貼ってご参加ください。いやー、皆様いい表情ですね。かなりぼーっとしてます。あられもないですね。素晴らしいです。さてですね、本日ご参加の皆様のご職業をちょっと紹介したいなと思います。年代は10代から60代まで参加しております。全64名です。そのうち入賞者が優勝、2位、3位、そして特別賞と4名決まります。ちなみに本日もうね、体動かしたいなって方いらっしゃるかと思うんですね。少しは動いても大丈夫なんですよ。ポーズを変えるのは OK です。ただ頻繁に動いてしまうとイエローカードをもらう可能性が出てきてしまいますので、頻繁には体勢を変えないでください。またですね、目をつむるのは OK です。ただし寝てしまうとイエローカード警告になってしまいますので、寝てしまってはダメですよ。本日ヨギボーさんからご提供の大きなクッション、これ厳しいですね。これ素晴らしいです。もうね、眠くなってしまう最強のアイテムが番号のところにたまたま置かれていたという方もいますね。日が当たるか当たらないか、大きなクッションが置かれているか置かれていないか、これも運命でございます。どなたが優勝するか分かりません。おっと、すでに寝そうな方もいますが、寝ていませんか？大丈夫ですかね。寝そうな方も何名かいるかなと思います。もうなんか眠くなるよね、疲れちゃうよね、こんなにぼーっとしてることないよね、ぼーっとしたくてもできないよね、だけど今日は大丈夫、みんなでぼーっとしてるから心置きなくぼーっとしてください。もう贅沢な時間をぜひですね、観客の皆様も周りにね、あ、観客の皆様の中にも寝てる方がいますね。皆様気持ちがいいでしょうね。ヨギボーさんのクッションがね、
さあ皆様も一緒にぼーっとする時間、数分でもいいのでぜひ体験してください。ぼーっとしてみてください。周りの皆様は撮影されないと思います。あ、撮影されてますか大丈夫かと思いますが、周りの皆様もぜひね、ぼーっとして楽しんでください。そして、あ、投票もしてくださってますね。ありがとうございます。右手前方に投票の板がございます。試供品の中に赤いシールが入っています。ぜひ素晴らしい、ナイスボートパフォーマンスと思う方にですね、シールを貼ってあげてください。さて、コスチューム様々、そしておっと職業を言わなきゃいけなかったんだ。職業をお伝えしましょうか。本日ですね、まず例えば教育関係のお仕事の方何人かいらっしゃるかなと思います。小学校の教員、幼稚園の教諭、ね、そういう方もいらっしゃいます。また表現者の方もいらっしゃいます。ダンサー、歌手、シンガーソングライター、お笑い芸人、ね、様々含まれてますよ。衣装を見て、あ、この方こういう仕事かなと想像もしてみてくださいね。どんな仕事か想像もしてみてください。またクリエイティブに関わるお仕事の方もいらっしゃいます。映画制作、漫画編集者、動画クリエイター、デザイナー、どの方かな。ちょっとパッと見だと意外と分かりづらいですね。そして現代ならではのお仕事と言えるのではないでしょうか。きっとこの方たち忙しいと思いますよ。普段 YouTuber の方、TikTok クリエイターの方、ドローンパイロットの方もいらっしゃるそうです。そして医療に携わっていらっしゃる方、看護師の方、歯科医師の方、理学療法士の方もいらっしゃいます。また学生さんも含まれております。中学生、高校生、大学生、その他ね、会社員の方、美容師さん、フリーターの方、主婦の方、合コンマスターって方もいらっしゃいましたね。私だと思われてる方が合コンマスターどの方でしょうかね。私だって方がいらっしゃるかなと思いますが、さてちょっと練り歩きましょうか。せっかくですので、目障りな人が入ってきてしまってすみませんねと。さて11分が経過いたしました。あと4分で心拍数を測る1回目になります。より安定した心拍数の方、物おじしない方、ね、そういう方が高くなります。あ、いいですね。おのおのですね、表情、空を見上げている方が多いですかね。今日ね、青空本当に綺麗。うわ、上最高。観客の方上見て、最高。これすごい素晴らしい青空ですね。本当に素晴らしい青空。うわ最高です。ここで横になったら気持ちがいいですよ。ちなみにこの芝生広場、おそらくね、横になっても怒られないんじゃないかなと思うので、服汚れてもいい方はぜひ横になって一緒に参加してくださいね。ぜひね、気持ちがいいかなと思います。さあね、いろんな特徴的な方、あ、学生さんかな、あ、学生服っていう分かりやすい方もいらっしゃいますね。なんか女性2人、アートのように座ってる方、あ、白衣の方もいるのかな、マスクスタイルの方、あ、帽子が看護師さんかなとかね、あ、何か制服を着てらっしゃる方、なんか特徴的な方がたくさんいらっしゃって面白いぞ。何でしょうか。そうか、分かりやすくしてくださってるんだ。布4枚とか、何かちょっと制作、ね、デザイン系かなとかね、いろんな方いらっしゃいますね。ぜひじっくり見てくださいね。今日は、ね、眺めるのシーンですから、皆さん眺められてますよ。眺められてます、皆さん。あ、日傘ね、ないとね、日当たると困るよね。困ります。いいですね。これさっき自分ぼーっとしてみたんですよ。意外とね、険しい表情になりやすい。ぼーっとすると疲れてるんでしょうね。そうですね、ちょっと自分のぼーっとする顔を自撮りした方がいいですよ。観客の方、疲れてる方みんな険しい顔になりますので、やってみてください ね。あ、素敵な表情だなっていう方と、あ、疲れてるんだろうなって方と、よく見ると思います。見分けてください。あ、
この方きっと悩み多いんだろうなとか、ね、もうどうしようもなくなってきたんだろうなって方も中にはいるかもしれないんですが、ぜひねこの90分間という時間を過ごす中で、ああよかったな、リセットされたなという時間を、ね、過ごしていただけるといいかなと思います。顔が見えない方もいますが、あの方が背番号ないですね、緑の方ね。さてどうでしょう、あれですね、なんか面白いですね、姿勢面白くないですか。自分だったらどういうポーズしますか。これ意外と難しいですよ。横になってる方と座ってる方と、意外とこうバーンと横になってる方も多いのかな。あ、いかにもパフォーマンスをしてますっていう方もいますね。こちらにお人形とか持ってきてる方とか、あえてクッション持ってきてる方とか、いろんな、あ、いいですね、面白いですね、いろんな方がおります。今日ね、あのね、いろんなちょっと職業個別に言うのもあれなんですけどもね、アナウンサーの方入ってて、女性の方とかなかなかね、あのちょっと無防備な姿をこんなに晒していいのかっていう、ちょっと恥じらいが出てしまうと負けてしまうので、今日は恥じらいは一切捨ててください。笑ってはいけないので、私笑わせないようにしないといけないんですが、恥じらい一切捨ててください。さてあと何分ですか。あ、間もなくですね、あと5秒4秒、間もなく15分で心拍数を測る時間になります。はい、15分になりました。心拍数をお願いいたします。第1回目の心拍数の計測です。ここで第1回目の計測となります。深呼吸、深呼吸、触られてもドキドキしない、ドキドキするよね、ドキドキします。急に触られるとドキドキします。でも落ち着いてください。大丈夫、気持ちがいいですか。きっと気持ちがいいでしょうね。これあの途中で脱落した方がいたら私インタビューしてくるんですけど、どんな気持ちだったか聞きますね。気持ちが良かったのか、大変だったのか、どんな思いで参加したのか、皆様いろんな思いをおそらくお持ちなんじゃないかなと思うので、私あの脱落した方、そして参加選手の方インタビューしていきます。現在1回目の心拍数を計測中です。こちらが技術点になります、ね、そしてその前に芸術点ですね。ぜひ試供品の中に赤いシールが3枚入っています。この選手のぼーっとするパフォーマンス素晴らしいなという方にシールをぜひ貼ってください。シールは右前方投票の板があります。あちらに、あ、この背番号の方素晴らしいなという方にぜひシールを貼ってください。あとで私から中間報告もしようかと思っております。後ほど中間報告もさせていただきます。さて心拍数1回目なっております。ではですね、心拍数の計測を様子を見ながら、私は一旦この辺りで静かにしたいと思いますので、ぜひこのぼーっとする時間お楽しみください。
ありましたら黒いカードぜひ出してください。黒いカードですね。体調不良の方、お手洗い行きたい方、黒いカードぜひ出してください。スタッフが伺います。エロカードが今、イエローカードが1枚出ました。どんな理由からだったんでしょうか。イエローカードウックスヤンさんが今持っております。初めて出ました。2枚出てしまうとレッドカードで脱落ということになってしまいますので気をつけてください。さてぜひご観覧の皆様も投票をお願いいたします。試供品の中に赤いシールが入っております。3枚入っております。素晴らしいパフォーマンスだなという選手の方に投票をお願いいたします。会場の横に投票用のボードがございますので背番号の合う場所に投票してください。同じ選手に3票入れていただいても大丈夫です。別々でも代表じゃ大丈夫です。現在第1回目の心拍数の計測が終わったところです。そして、24分が経過しております。まもなく25分です。トータル90分間、あっという間って気もしますね。あっという間という気もいたします。あ、赤いカードが出ました。マッサージのカードです。お願いいたします。赤いカード出ております。マッサージしてくださいのカードです。さあ、このマッサージしてほしいけれども出していいのかどうかというのでちょっと悩むところかなと思います。でも疲れてしまった、疲れてると思うんですよ。きっとマッサージ受けたいなっていう方、遠慮なく赤いカード出してくださいね。疲れてしまったという方、眠ってしまいそうっていう方ももしかしたらお助けアイテムとして赤いカードを入れるかもしれません、ね、寝ちゃう前には赤いカード、あと青いカード、お水くださいのカードですね。喉乾いた方、本当にちょうど見事に日差しがちょうどなくなってくる。さっき日向で暑かったですよね。暑くなってしまって日向の方ぼーっとするのはなかなか難しいかなと思いますが、日差しが遮られたおかげで本日ぼーっとしやすいです。さてこの大会2014年にスタートいたしました。韓国初の大会です。その後中国、オランダ、台湾、香港などでも開催されまして、2023年ようやく日本初上陸ということになりました。本日この64名の参加者の中からなんと日本初のボーッとする大会優勝者が決まります。氏名優勝者が決まります。優勝得点素晴らしいですね。次回開催されるボーッとする大会への特別招待、もしかしたら韓国かもしれない、ね、他の国かもしれない、その他ね、プレゼント商品ございます。ライフスタイルブランドとして現在世界8カ国で展開中です。またストレスのない社会を実現するを理念に様々な社会貢献活動を行っています、はい、
本日優勝者に3位特別賞にもヨギボー製品が贈られることになっております。さて、まもなく2回目の計測かなと思います。あと2分ぐらいで2回目の心拍数計測が行われます。本日ご参加の皆様の中からまずは芸術点が高い方、素晴らしいパフォーマンスの方を上位10名選出いたします。上位10名はご観覧の方の投票によって決まります。試供品の中にある赤いシールをぜひ素晴らしいパフォーマンスの選手の投票板に貼ってください。投票板は右前方にございます。あちらですね、あちらにございます。右前方です。1人につき3枚貼って入っておりますので、同じ選手の方に3枚貼っていただいてもいいですし、別々に貼っていただいても大丈夫です。ぜひ投票してください。上位10名が選出されましたら、15分ごとに測る心拍数のより安定していた方、あ、イエローカードが出ました。イエローカード寝てしまっているかもしれません。イエローカードが出ておりますよ。いきますか、起こさなくて大丈夫なんですか。はい、29分、まもなくですね、心拍数測ります。あ、どうしますか、本当しないでいいんですか。こういう時は2枚出てしまうとレッドカードです。39番の方が気持ちよさそうです。気持ちいいですね、寝たいの分かります。いろんな方に見られてます。39番の方、いろんな方に見られてます。寝てる姿を見られてます。みんな、あ、運営のみんな、みんな集まってしまった、みんな集まってしまいました。大変です。あ、起きました、起きました。あなたです、起きてください。お過ごしたことすみません、本当に申し訳ございません。寝てしまうとイエローカードということになります。もう一回寝てしまうとレッドカードですよ。それでね、気をつけてください。寝てしまってもバレなければ大丈夫という場合もありますが、あ、動いてるなと、たくさん動いてるなと判断された方もダメですし、時間を確認するのもダメです。スマホを見るのももちろんダメです、ね、ただもうどうする、邪魔しないように頑張りました。出ません、意外と皆さん頑張ってますね。誰も脱落しません。寝てないよね。この感じだと今日気持ちいいんですよ。最高ですよね。これ寝ちゃうよね。このギボクッションあったら寝ちゃうよね。寝ちゃうと思うな。でも寝てしまうと失格です。口開いてると口の中乾きますよ。口の中乾きます。試合点と変わります。素晴らしい選手の方にぜひね、赤いシール貼ってあげてください。 赤青緑いっぱいありますね。シール、いろんなシールあります。貼ってあげてください。さて、心拍数の計測もう2回目スタートしてもいいのかな、ね、心拍数2回目スタートしてるかと思います。心拍数2回目スタートしております。合計5回計測いたしますので、心拍数をぜひ測ってもらってください、はい、あ、カード出てますね。何のカードでしょうか。青いカードです。お水のカード出てます。お願いいたします。お水を出してください。青いカード出ております。お願いいたします。喉乾いた方、お水のカードもらってくださいね。口も乾燥しますから、気持ちがいいですね。ご観覧の皆様も疲れてませんか。私は疲れてますよ。日々疲れてます、ね、あ、お水あげてください。キックシアさんが言っております。お水お願いします。でもなかなかぼーっとできないんですよね。ぼーっとしたくてもできない。なんかぼーっとすると悪いことしてるんじゃないかななんて思ったりして、悪いことじゃないのにぼーっとできない、ね、そういう生活を送ってる方多いんじゃないかなと。私のウップシアンさんはですね、日々生活の中でコーヒーをお金を出して買いますよね、買ったりしますよね。それと同じように
日々の生活の中にぼーっとする時間をぜひ設けてほしいと思っていると話してくれました。当たり前のようにぼーっとしていいのに、周りの人は動いてる、なんで自分だけ動いてないんだろう、みんながいいねたくさんつけてる、なんで自分には好かないんだろう、周りの目が気になってどうしても動いちゃう。わかります、私もよく動いてます、本当に動いてます。だけどぼーっとすることが日々の生活の中にあったら、本当はもっと楽に楽しく気持ちよく生きられるのに、そういう価値観に気づいてほしいという意味合いでもこの大会開催されています。ぼーっとして悪いことはない、実はぼーっとするのも素晴らしいんだよということを伝えたいということと、一人だとぼーっとできないんだけれども、みんなでぼーっとすれば怖くないですよね。みんなでぼーっとしてるから自分だけじゃない、みんなでたまには止まろうよという意味合いも込められていると伺いました。みんなでぜひぼーっとしていただきたいなと思います。ぜひぼーっと楽しんでください。それでは失礼いたします。またイエローカード出ております、お願いいたします、気をつけてください。
て皆さんがぼーっとされてます。なんかお上手だなと思うんですよね。次第に集中していい表情になってきましたね。見てください、皆様の表情ね。素晴らしい表情です。気持ちよくぼーっとしてますね。ただ、体勢変えてもいいですよ。多少でしたら体勢変えても大丈夫です。イエローカード出ないですよ。ただ、いっぱい変えてしまうと、イエローカードもらってしまいますので気をつけてください。今、あれ黒い方が後ろから何かカード出そうとしてますか？あ、大丈夫。あ、首を振りました。私の声が聞こえてるみたいですね。今首を振りました。反応がありました。すいません、ぼーっとしてる方から反応がございました。聞こえますもんね。反応したいですよね。これ20代の方だったらはいって言いたくなりますよね。でも言ってはいけないですね、はい、中学生の方いますか？はい、言ってはいけません。でも脱落者いないですからね。なんかみんな我慢強いっていうの、これ我慢強いっていうのかな。まだ1名も脱落していないという。ただこれ我慢比べではないので、ぼーっとする時間をぜひ楽しんでいただきたいかなと思います。我慢比べというわけではございません。これ自体がアートだというふうに牛屋さんは話しておりました。みんなでぼーっとする空間はアートですと。さて、ご観覧の皆様ぜひ投票していってください。試供品の中にシール入ってますので貼ってくださいね。上位10名が芸術選で決まります。皆様の投票によって上位10名が決まります。同じ方に3枚貼っていただいても大丈夫です。ぜひぜひぜひ参加していってください。そして15分ごとに測られる心拍数によって技術点が決まり、10人の中から上位3名がまず優勝、2位、3位ということになります。その他技術点はちょっと低いんだけれども、パフォーマンスがとにかく素晴らしかったという方に運営側から1人特別賞が贈られることになっております。よろしくお願いします。さて、芸術展の状況を私見てまいりますよ。皆様は顔を向けることがおそらくできないんじゃないかなと思いますので、見られないかと思うのですが、私見てきます。さてですね、本日予備防線があまりにも素晴らしいということで、必要以上に寝そうな方が多いという運営判断が出ました。寝そうな方が多いという運営判断が出ました。ここでオープニングにやりました体操の時間をわずかに、サービスですよこれ、いいですか皆様、サービスでございます。わずかに設けたいということでございます。これイエローカードにはなりませんので、今目の前に先生出ております。体操したいなという方はわずかに体操していただいて大丈夫です。ではお願いします。スタート。はい、寝そうな方体操していいですよ。寝そうな方体操して大丈夫です。一緒に。寝そうじゃない方はじっとされていて大丈夫です。これで動いてる方が寝そうだったってことが分かりますね。きっと気持ちよかった方ですが、というのは私が撮ったと気持ちが良かった、もう気持ちを信じて寝そうだ、私は寝そうだったって方が今動いてますので、結構動いてますよ。半分近く動いてますね。本当なんでしょうね、最高の日和ですね。本日こんなにお天気に恵まれて、こんなに気持ちよくて、こんなに青空で、よかったらご観覧の皆さんも一緒に体操してくださいね。一緒に体操してください。気持ちよく深呼吸。なんかあれですね、このまま化石になってしまうんじゃないかって方もいますね。
まもなくあと10秒で心拍数を測るということになりました。あと10秒で心拍数スタートします。あ、お、みんな座ってます。今急いで座りました。心拍数の計測が2回目、あ、3回目ですね、始まります。はい、それではお願いいたします。折り返し地点です。45分経ちました。心拍数の計測スタートです。ぜひお願いします。はい、心拍数をぜひ測ってください。3回目どうでしょうか。大丈夫ですか。深呼吸して、体操した方も深呼吸して、今のね、体操がトラップってこともありますからね。いいですか。怖いんですよこの大会、実は今の体操がトラップってこともありますからね。体操しなかったらよかった、私は優勝してたかもしれなかった、体操にやられたって方もいらっしゃるかもしれませんね。しょうがないです、そういう意味でございます。諦めてください。投票の板をそういえば見てくるって私言ってたんだ。ちょっと見てきますよ皆さん。ちょっと途中経過ご報告ちょっとしちゃおうかな。ちょっとご報告しちゃおうかな。あ、素晴らしい、いっぱいシール貼ってある。で、ご観覧の皆様ありがとうございます。参加してくださってました。では私がパッと見て、あ、この方多いなという方、え、どんな感じで言おうかと、みんなドキドキしちゃうよねこれね。あ、心拍数計測してるんだ、まずいな、今言っちゃうとまずいな、上がっちゃったらどうしようその人、言ってもいいのこれ、ちょっとやめようか、かわいそうだもんね。だって今言われてさ、測られてたらどう、緊張しちゃうよね。あー、なんて優勝できるかもってなっちゃうね。ちょっと今やめておきますね。もうあの心拍数測ってない時に言います、かわいそうだから。安定してまず測ってもらってください。まず測ってもらってください。この心拍数大切ですので、これで技術点決まります。測ってもらってください。なんかあれですね、いいですね、ぼーっとするの素敵ですね。なんかこの空間自体がもういいですね。とても気持ちのいい空間ですね。これはもうヒルズ、はい、さあいかがでしょうか。脱落者まだ出ておりません。47分が経過しております。ついにレッドカードが出ました。脱落者、初めての脱落者出ました。いや残念、あ、侍に連行されちゃう、連行されちゃう、その前にあなたです。脱落したのはあなたです。もしかして寝ちゃったかな、もしかして寝ちゃったかな、寝てない。今のはどういう判断だったんでしょうか。うつらしてた。でも意外と表情見ると寝てたよっていう顔してますよ。すごく信頼ですけど、残念、めちゃくちゃ落ち込んでます。あの、ご職業は何でしょうか。私は医師です。第一人目、一人目の脱落者、なんとお医者様ということでございますね。本日どうして参加されたんでしょうか。このチームがいるチームなんですけれども、私がぼーっとするのが得意そうだってことをお誘いいただいて、看護師さんに誘ってもらって参加して、ぼーっとしすぎて脱落、本当に見てないんですけど、そう見えるんです。残念でございました。気持ちよかったですか。気持ちよかった、ぼーっとして気持ちよかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、あ、なるほど。これルールとしてですね、チームの残りの2人はここで最後まで楽しんでもいいそうです。ちょっとメンバーには入らないので入賞とかできないです。
もしよかったら最後まで楽しんでください。先生のみ、先生のみ脱落なので、外でちょっとお待ちいただければと思います。最後に皆さんで、ね、写真を撮りますので、全体写真撮りますので、お待ちいただければと思います。お願いします。じゃあ、連行されてください。連行されてください。ああ、楽しいな、32番。先生、さよなら。先生、さよなら。心配ですとおっしゃってました。心配ですとおっしゃってました。残念です。寝てると判断されてしまうと連行されてしまいます。お気をつけください。イエローカードの方、お気をつけください。さてではここで投票を見てきましょうか。かなりの差が芸術点実はついております。上位10名決めるの難しいかなと思うんですが、パッと見て現在一番多い方、言ってもいい？一人言ってもいい？言っちゃうよ。一番今多い方、番号16番の方です。16番の方が今一番多いです。はい、あ、なるほど。3人で参加されている芸術的なチームです。外側っていうのもまたいいかもしれませんね。16番の方が1番、そして他にも多いのは15番の方、26番の方、23番の方多いですね。他にもあれね、8番の方も多いですね。はい、皆さん残っておりますので頑張ってください。上位10名がこれで選ばれます。皆様からのメッセージをお読みいたしましょう。何かで世界一になりたくて16番の方書いてくれました。ぼーっとしたくてもできなかった、昔に戻って今日はとことんぼーっとします。大人は仕事、家庭、子供は習い事、塾などで忙しい参考、ぼーっとすることで社会にパラダイムシフトを起こしたいと書いてくださった方、生きることを焦っちゃう人なのでこの場を使ってシンガーですと静かな宣言をしながらぼーっとしていきたいと思っております。きっとね、心の中は燃えてるんでしょうね。なんと福岡から来ました。ぼーっとすることこそ生産性の生まれる時間、ぼーっとに俺はなる、ルフィですね。はい、ありがとうございます。まあ、皆様ぼーっとすることできないのでって書いてる、あ、なんか猫の絵とかいろいろ書いてくださってる方もいますが、はい、いいですね。いろんなメッセージが書かれております。仕事を忘れてぼーっとするぞ、普段通りぼーっとするだけです、普段はしっかり者です、圧倒的な実力で対戦相手に何もさせない、試合にしたい、気合が入ってる方、ぼーっとするのが得意できた方、ぼーっとしたい方、働きすぎて少し疲れましたって書いてる方もいます。メディアの皆様も疲れてませんか、大丈夫ですか、家に帰ったらぜひね、ぼーっとしてくださいね、帰ってからぼーっとしてくださいね。さて、脱落者まだ1名という接戦でございます。時間は53分が経過、全90分なのであと 何分、あと30、合ってますよ、37分、あと37分でこの気持ちのいいぼーっとする時間終わってしまいます。まだまだもしかしたら楽しみたいかもしれないですね。まだまだ楽しみたいかもしれないです。ぜひ観覧の皆様、後ろの方も見てあげてくださいね。後ろの方までぐるーっと回って、あの試供品の中にシール貼ってます、入ってますので3枚貼ってください。素晴らしい方に貼ってあげてください。それが投票になります、あ、パソコンお持ちの方います。あ、なんかパソコンって、パソコンってってことよね。パソコンって象徴的ね、スマホとかパソコン象徴的ですね。ぼーっとする、大敵、いじりたくてしょうがない、あると見ちゃう、動画視聴したい、メールしたい、 LINE 来てるかな、電話鳴ってるかも、ね、もう気になります、もっと気になる、友達なんか言ってるかなとかね、もうみんな焦っちゃう、焦っちゃう、
だけど、このぼーっとする90分だけはそれを忘れて、たまにね、海外に行くとちょっとね、そういうネットから遮断されて気持ちのいい時間過ごせることあるかなと思うんですが、日常の中でこのぼーっとする時間って本当はすごく大切なのになかなか使えないですよね。作れないこういう時間なので、今日ぜひね、ご参加の皆様、家に帰ってからももう5分間でいいのでぼーっとする時間意識してみてくださいね。そうすると日々のストレスが抜けて、ああぼーっとするの気持ちがいいなと体感して今日はお帰りになるんじゃないかなと思います。さあ、どのあたりから大変なんでしょうね、このぼーっとするのって。本当に聞いてみたい。最初の10分が大変なのか、もしくは60分経ってからが大変なのか。観覧の方で90分間ぼーっとしたことある方いますか？90分間ぼーっとしてみたことある方いますか？ないですよね。90分間ぼーっとしたことある方ってほとんどいないんじゃないかと思うんですけど、おそらくもしかすると寝そうで大変って戦いになるのか、体勢が辛くなるのか。ちなみに皆様、赤いカード入ってますのでマッサージしてほしい方言ってください。赤いカード入ってます。あ、イエローカード今1枚出ました。イエローカード出ました。はい、何番に出たんですか？ 1,2,3,4,5,6 番の方に出ました。6番の方にイエローカードが出ました。はい、あ、イエローカード6番の方からも出ました。それあれですよ、カイロのカードですよ。カイロのカード、カイロ欲しい、カイロ欲しい。初めてカイロ出ました。カイロ、カイロ上げてください。黄色いカード、カイロ、スタッフの方カイロ上げてください。手が冷えちゃった、手が冷えちゃった。カイロが欲しい、カイロが欲しい。カイロをください、カイロをください。はい、ありがとうございます。お水は青いカード、赤いカードはマッサージ、黒いカードはお手洗い、危険という場合もあります。出して、赤いカード出ました、赤いカード出ました。マッサージ、マッサージ希望、マッサージ希望出ました。マッサージしてください。今日あれですよ、無料マッサージですか？無料マッサージ、うまいか下手かは分かりません。下手っていう場合もありますけども、マッサージしてもらいますので、ぜひして帰ってください。いいですね、こんなに人って無防備になれるんですね。皆さんすごいですよ。口開いてる人はね、虫入っちゃうかもしれないから気をつけてください。虫が入っちゃうかもしれないからね、喉も乾くしね、大変だよね。よかった、さっき脱落した先生のあれですね、看護師さんたち残ってますね、2人ね、楽しそうに。よかったよかった、参加してくださってます。30だから32番か、ね、いかがでしょうか。あ、何か出ました。あ、赤いカード出ております。マッサージでございます。8番の方マッサージ希望出ております。マッサージしてあげてください。体勢変えてもいいですよ、体勢変えてもいいですよ。本当に皆さん微動だにしませんが、体勢変えてもいいですよ。他の大会どのぐらいの脱落者出てるんでしょうかね。今回全然出てない印象ですね。もう一人しか出てないという感じです。でも実はね、見てると動いてる人もいるんですよ。実は見てるとね、動いてる人もいる。ちょっと動いてるな、何か気になってるな、目がかゆいなとか、なんかバッグから何か出したいなって方もさっき言いましたけど、ちょこちょこっとね動いてる方もおります。そろそろ厳しくなってくる頃なのかもしれないですね。なんかあれですね、彫刻ですね、皆さん、アートですね。はい、今何分でしょうか。59分、まもなく60分で、4回目の心拍数の計測になります。そのあたりで私一旦また失礼したいかなと思います。まもなくですね、あと20秒で4回目の心拍数の計測です。心拍数の計測残り2回となりました。これが技術点になります。
はい、まもなくですね、あと10秒です。はい、スタッフの方、まもなくです。準備をお願いいたします。さて、4回目の心拍数計測お願いします。では失礼いたします。お楽しみください。女性の方、わー、パン
コーナーのゼッケンつけてない方の6番の方にレッドカードが出てしまいました。私ちょっと連行される前にインタビューをしたいと思います。いやマジか残念、今言いましたね、何て言いました、えマジか残念、脱落です。どうして脱落したと思いますか。分かんないです。なるほど、人をねこう見つけてちょっとねキョロキョロした様子が見えてしまったということでした。どういうことですか。多分観覧車の動きが目線でこう追ってしまったみたい、わずかですね。目線もぼーっとしてるうちに 入らないっていう、ぼーっとしてないっていう、あるいは前だったから観覧の方気になっちゃった。いや全然見てたという判断。残念です。審査基準なんでしょうがないですね。ああ、今日はカップルでご参加ですか。友人です。お友達、どうして今日は参加したんでしょうか。まあ、取り立ててそんなに理由はないんですけど、なんか面白そうかなと。ぼーっとしてみていかがでしたか。そうですね、なんか普段することないんで、まあ、よかったです。気持ちよくぼーっとできました。ありがとうございます。残念でした。うどん行ってこっちも仕掛けたんですか。そうですね、横になっているご友人の方、あの失格にはなるんですが、最後まで参加していただいていいそうです。はい、分かります。残念でございました。はい、じゃあ続いてください。最後までお楽しみください。お疲れ様でした。ありがとうございました。そう、脱落した方は外でお待ちください。最後に一緒に写真撮りますので、ぜひ侍に連れてかれて連行、はい、荷物持って靴履いて連行されてください。連行されてください。残念。いや、他の方がね思っている以上にぼーっとしてるんですね。だからちょっとした動きでも目立つかも。微動だにしないぐらいの集中してぼーっとしてる人が多いので、お疲れ様でした。静寂の中でスタートしております。再度スタートしております。カードが出ました。何色のカードでしょうか。黒、赤、どっちですか。1枚だけぜひ出してください。赤いカードですかね。赤いカードが出ております。マッサージですか。赤いカードが出ております。マッサージでしょうか。はい、マッサージもパターンいろいろあるんですね。起きてマッサージ、寝たままマッサージ、ね、自由です。皆様自由です。
日途中で脱落された方もですね、最後に団体写真を撮ります。前で団体写真を撮りますので、ぜひ帰らないで最後までいらしてください。さて、残り時間20分になりました。60分が経過いたしました。残り20分です。失礼しました、70分が経過いたしました。そしてあと5分で最後の心拍数の計測5回目になります。あと5分で5回目の計測です。それでもう結果が決まるということでございます。ただし脱落すると大変なので、最後までぼーっとしてください。最後までぼーっとしてください。お願いいたします。脱落者2名のみと、接戦というんでしょうかね、これね、接戦というんでしょうか。さて、観覧の皆様、ぜひね、シールまだの方貼っていってください。芸術展で採点しておりますので、シール3枚投票の板に貼ってください。お願いします。いや、東京のど真ん中でこんな贅沢な時間、なかなか過ごせないですよね。一人でぼーっとしたいと思っても、一人だと恥ずかしいから多分されないんじゃないかと思います。大会だから、そういう意味では大義名分があってね、大会だから、私頑張ってるから大会でて、だからぼーっとできるのってすごく不思議な現象が今起きてるんじゃないかなと思います。大会に出る、かなり頑張ってる、でもやってるのはぼーっとしてるっていう、なんでしょうね、なんか成果も得られるし、ぼーっともできるっていう、効率的ですね。実は不思議な時間の使い方を皆さんもきっとしてるんじゃないかと思います。そしてそれがアートになっております。本日虎ノ門ヒルズ大丸広場、ルークという大きな巨大彫刻オーナメントございます。ルークという名前だそうです。皆様もルークと同じようにじーっとしてぼーっとしてるという、同じような感じになってますね。じーっとぼーっと、静かだと笑いたくなっちゃう方いるんですよ。私ね、静か得意じゃないんですよ。笑いたくなっちゃうの。静かだとなんか笑いたくなっちゃうの。そういう方いませんか？大丈夫ですか？静かだからなんか面白いなとかないですか？大丈夫ですか？ちょっとあれですね、うろうろしてみましょうか。いいですね。なんかポーズ決まってますね。これ考えてきたんでしょうかね、皆様ポーズ。ここで決めたんですかね。でもいかにも考えてきてますみたいな方もいますよね。あ、なんかガウン姿の方もなかなかいいですよ。同意じゃないもの、何か服のようなものを着たりとか、後ろの方も頑張ってますね。後ろの方も、あ、寝て、あ、寝てないんですね。寝てそうだけど寝てない、寝てない。運営スタッフ見てます。あら、素敵。あ、そうね、外を見ると観覧の方は寝てます。観覧の方は寝てます。でもみんなは眠れない、なぜなら大会に出てるから。なんで出ちゃったんでしょうね、こんなぼーっとする大会っていうので、ね、すごいですね。ぼーっとする大会に出ようっていう人たちがこれだけ集まったってことがやっぱり素晴らしいなと思うんですけど、我こそはぼーっとできるという方でしょうかね。え、すごいですね。疲れますね、疲れますよね。大丈夫ですか？ぼーっとすることでかえって疲れたりしてないですか？大丈夫ですか？最後の計測が終わったら、その後計測ないのでマッサージしてもらっても大丈夫です。最後の計測が終わったら、あとは芸術展しか関係がないので、失格にならない限りはマッサージしてもらっても大丈夫とちょっと伺いました。さて、時間残り何分でしょうか、何分でしょうか。さあ、あと40秒で最後の5回目の計測がスタートいたします。まもなく5回目の計測がスタートいたします。ねえ、皆様、これ応援に来てる方とかもいらっしゃるんですかね。もしかするとね、応援の方っていうのはどういう気持ちで応援に来てるんですかね。あのね、ぼーっとしてるのを見に応援に来てるって意外と不思議な現象のような気がするんですけど、応援の方っていうのもおそらく中にはいらっしゃるのかなと思います。
イエローカードが出ました。何番の方でございますか？お願いいたします。19番の方寝てます。19番の方寝てます。どうしましょう。寝てます。起きて起きて起きて、イエロー、イエロー、来て起きて。おーい、どうするんだろうね、この時でも。おーい、起きる気配がない、どうしよう。おーい、熟睡モードです。これちょっと時間経っちゃうとレッドになっちゃう可能性もあるかもしれない。19番の方起きて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 。おーい、もう寝てます。すいません、頑張りました私も、でも起きませんでした。レッドカード出てしまった。さんで19番の方起きて、今侍によって起こされました。起きて、ここはどこ？虎ノ門ヒルズだよ。あなたは大会に出ていくよ。起きて、起きる気配がありません。目はパチパチしてます。起きて、レッドカード、残念でした。いや気持ちよさそうでしたね。いや、寝てしまいました。結構声かけたんです私。そうですか、全然気づきませんでした。どうですかこの環境は。いや、こちらに気持ちいいです。本日どうしてお参加されたんでしょうか。やっぱり中学校になって勉強とかも難しくなったので、ちょっとぼーっとしたいなという気持ちになって。中学生。はい、そうです。まあでもいいリフレッシュになりましたね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。拍手。ぜひ最後に写真撮るので残ってください。あ、中学生の方残念だったね。残念だった。でも気持ちよさそうでよかった。よく眠れてね、家帰ったら勉強がよくできそうです。これで今何時でしょうかね。残り、はい、残り12分になりました。ちなみにあのカードまだ全然使ってない方、もう計測はございませんので、心拍計測もございません。使い足りない方が使っても大丈夫ですよ。あとは芸術点のみの判定ということになります。それでは一旦失礼いたします。
皆様残り10分になりました。80分が経過いたしました。イエローカード出てますよ。黄色いカード、カイロですね。カイロが欲しい。
残り時間5分になりました。あと5分で終了です。後ろ向かないようにお願いします。今ね、動いてる方、脱落した方のパートナーの方とか動いても大丈夫ですが、3名のみ脱落しております。残り時間あと3分になりました。では私はステージに戻ります。大会審査委員長のルシアンさんとともにステージに戻りたく思います。あと3分ですよ、頑張ってください。あと3分です、ね、えどんな時間だったんでしょうか。人生の中でこの90分一体どんな時間だったんでしょうか。気持ちの良い90分、思い残すことなく素晴らしい90分を過ごせましたか、ね、間もなく終了となります。日本での第1回大会、間もなく90分終了となります。さて時刻は、間もなくあと2分というところですね。間もなくです、まだですよ。さあ残すところあと2分です。空がゴロゴロ言ってますが、これは何のゴロゴロでしょうか。ゴロゴロちょっと言ってますね。でも雨が降りそうではないですね。青空です、ゴロゴロ言ってますが、さあ間もなく90分は終了いたします。で本日90分終了しまして終わりましたら、選手の皆様ぜひねその場でお待ちください。15分間ぐらい審査の時間を設けます。その間に私が皆様のところにお伺いしてインタビューをさせていただこうと思っております。お話を聞く時間がございますので、投票のボードを見たいかなと思うんですけれども、外に出たりしないでその場でお待ちいただければと思います。15分その場でお待ちください。まもなく残り時間、まだですよ、まだですよ、まだでございます。はい、まもなく残り1分です。残り1分です。あと1分ぼーっとしたらこの貴重な90分間終わります。この貴重な90分間あと1分で終わります。どんなこと考えてたんでしょうね。いろんなこと思い出した方もいるかな。私からカウントダウンをしますね。10秒のカウントダウン私いたします。スヤンさんもぜひ笛を吹いてくださいね。最後終わりました。残り30秒です。30秒です。残り30秒、ではあちらによかったらお願いいたします。残り20秒です。間もなくです。残り15秒、カウントダウンいきます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、
1終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここから審査に移ります。皆様の90分間の戦いが芸術展になっています。さあ、いろんな方がいるのであくびしてましたね。お疲れ様でした。ちなみに普段は何をされている方ですか？北海道の高校生をやってます。北海道からご参加ですか？今日、ですね、いろいろ紛れてる方が、水溜りボンドのカンタさんが参加しております。拍手をいただきます。はい、カンタさんいらっしゃっていただきます。今日参加してみていかがでしたか？いや、めちゃめちゃ新鮮で、こういう一日いいなと思いつつ、絶妙にちょっと坂になってるんで、お尻は痛かったですね。あーね、はい、大きなクッションのところだったら敷いた可能性もありましたね。ちょっと来年まだあったら頑張りたいと思います。さあ、審査結果が出たようです。結果発表並びに表彰式に移らせていただきます。では、芸術点が高かった上位10名の方をお呼びいたします。番号のみでお呼びいたします。よろしくお願いします。まずはお一人目です。一人目、8番の方です。8番の方、おめでとうございます。立ってください。ご起立願います。続きまして2人目お願いします。2人目、15番の方です。15番の方、おめでとうございます。ご起立願います。続きまして3番目お願いします。3番目、16番の方です。16番、おめでとうございます。4番目お願いします。4番目、23番の方です。23番の方、おめでとうございます。5番目お願いします。5番目、26番の方です。26番の方、おめでとうございます。6番目お願いいたします。さて、この中から優勝2位3位と決まります。はい、それでは発表します。東京ぼーっとする大会第3位は、ゼッケンナンバー56番、樋口陽子さんです。おめでとうございます。ゼッケンナンバー56番。第2位は、ゼッケンナンバー8番、林田美乃里選手です。おめでとうございます。ゼッケンナンバー8番、林田美乃里、栄えある第1位優勝者の発表です。韓国アーティストのウップスヤンさん、お願いいたします。1点発表하겠습니다。第1位を発表します。ナンバー15、下島レイサー小泉沙織。おめでとうございます。優勝は責任番号15番、下島レイサー小泉沙織さん。俺のせいや。3名ですね。もう一方いますが、おめでとうございます。そして副賞として次回開催されるまた風東京ジャパン様より超高級パジャマが贈呈される。超高級パジャマも贈呈されます。おめでとうございます。すごい。ということで、ぼーっとする大会出場してまいりました。お疲れ様でした。きっとね、今もどこかにグリーンバックマンくんがいるんじゃないかなと思うんですけども、まあ今一応ちょっと別の人にカメラやってもらってるんでね。別の人ですよね。はい。そうですよね。はい。お疲れ様でした、本当に。そうですよね。はい、来てないもんね。突然帰って、突然現れて。はい。で、まあ、なんか一回一日こうゆっくりする時間が取れたのかなと思いつつ、自分なりにグリーンバックマンさんを連れて行ったりとか、なんかニュースエブリーに出てたらしいんです。僕らありがとうございます。それも面白いですよね。まあいろいろ反響ありました。なんかカンタ映ってるぞとか、なんか変な緑の人も映ってるぞみたいなことで、会場の人もすごく温かく迎えてくださって。でですね、結果的には、本当にファンの人が2人ぐらい緊急で見に来てくれてた人がいて、会員証を持ってる人を2人見れたんですけども、それ以外でも、すごくね、僕らに投票してくださった方が多かったみたいで、芸術点っていうところと、脈を測って、脈の安定度で技術点みたいな、芸術点と技術点で争うんですけども、芸術点の方はめちゃめちゃ評判が良くて、でトップ10に入ることができました。ありがとうございます。でですね、実は何位なのか聞いてみました。私トップ10の中で第
4位でした。なんか話題になってたらしいよ、裏で。4位だって。いや、きちい。4位だってさ。でも、俺1回目の時さ、喋りながら早いみたいな感じでやっちゃったじゃん。俺、あれが良くなかったと思うんだよね。惜しくも入賞を逃してしまいました。ただ、まあトップ10だったりとか、こういう感じで、参加証明書なるものをね、いただきまして、まあちょっと、まあ面白い日になったかなと思います。26番。何よりもトップ10に選ばれた時やっぱ嬉しかったね。すごいドキドキして、うわ、26番呼ばれるかなと思って、そのシールがさ、何人の道をさ、通った人がさ、気になって押してくれるかによってたから、気になった方はぜひ来年参加してみてください。僕はどうするかわかんないんですけど。はい、ということで、以上がカンタの大冒険でした。ぜひチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いします。それでは、さよなら。初めて出会いました。持ってきました。サイン書、これ持ってる人いいの。開けて。もうどうぞ。しかもちゃんとサイン付きじゃないのが当たってんだね。そうです。やった、ありがとうございます。いや、わざわざありがとう。めちゃくちゃ嬉しいです。